が生まれてないね。君もムキムキにならないか。めっちゃ幼く見えるんだけど、今日だけ気のせいじゃないかな。服とかの問題じゃないかな。カラコンバーリーアイズのドアが。でもこれ教えすぎて、なんか最近在庫ないのか分かんないけど、なんか全然買えなくなっちゃってるから、あんまり教えたくないのが本音ですね。ずっと身支度してるのか。してないよ、身支度もないよ。ちょっと通じないってないや。 T シャツ寒ない？これでもちょっと袖長いから。でもちょっと寒いね、夜とかだと。お疲れ様だって。サブスク登録してますやん、ありがとう。168は平均よりちょい高めだね。女の子の平均158だから全然高めだよね。スルスル案件もらっていい頃するな。久々に見たおにぎり、やっほー。ロングにした時ある？エクステとかであるよ。ショートに飽きたなった時にエクステつけたいなと思ってつける。ハートもありがとう。でもなんかエクステも結構大変じゃん、お風呂とか寝る時とか。だから割と1週間ぐらいで外しちゃうことが多いかもしれない。大阪から始めまして、ジュキアの初対面散歩。初対面散歩って何？最近ジュキア見てないんだよね。横向いてください。なんでそうやってなんかみんな私のことを横向かせるんですかね。あら、ありがとう。サンキュー、フォローもありがとう。すべてがタイプだって嬉しいね。推しは？特にないかも。今推しとかなんかオタクとかしてないんだよね。鼻筋めっちゃ綺麗。あれ、部屋変わってる。引っ越した、引っ越した。横顔美人だから。ん、正面はブスってこと？あら、ありがとう。今日かわいい、ありがとう。ハートミー、ありがとう。横顔も美しいからです。本当ですか？ただいま、おかえり。もう嬉しいですね、もう強調していただいて。かわいい、ありがとう。トゥルルトゥ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 ルルルル。バラありがとうね。なんかめっちゃバラくれてくれる、みんなありがとう。美女神じゃん。ちょっとなんか漏れてない気がする今。微妙かも。なんででしょう。一日にどれぐらいナンパされる？そんな一日毎日ナンパされてないよ。明太子が好きです。美味しいよね明太子ね。めっちゃ彼氏いそう。どういう偏見でちかさ聞くの。今日も美人綺麗や可愛いパーフェクト、ありがとう。無加工みたいだって。想像してください、無加工は。速攻フォローしたなって、ありがとうね。ソロハートミー、ありがとう。打ち上げ花見だ。あと光って咲いた花火を見てた。きっとまだ終わらない夏が。いやー、あれ落としちゃった。曖昧な心をどうかしてつないだ。この夜が続いて欲しかった。パッと花火が、パッと花火が、夜に咲いた、夜に咲いた、夜に咲いて、夜に咲いて、いったれずれたのちゃちゃらちゃらちゃん。もしかしてコスプレイヤー？違うよ。前は事務所に入ってちょっとコスプレをしてた時期もあったんですけど、今は全然です。フォローします、ありがとう。ありがとう、ほら。やっほー、さっき横になったけどまた縦になった。そう、横になって縦になりました。おはよう、おはよう。なんかめっちゃフォロー来てる、嬉しい、ありがとう。なんかライブやるとさ、なんかフォロワー増えるんだよね。なんか動画でフォロー、ん？動画で
増えたフォロワーとライブで増えたフォロワー半々ぐらいな気がする。割とそんぐらいライブでフォローしてもらってるかも。ありがとう。ねえ口ひげだ、ありがとう。なんでおにぎりなのって何回聞くの。適当だし好きだからだよ。口ひげありがとね。カボーイ、最近ハマってるアニメは、なんかこれといってハマってるアニメはないんだけど、シャンフロとか面白いよねって感じ。ありがとうね。やな、かわいい。てへ。君にいいことがあるように、今日はガスドロしてあげる。君にいいことがあるように。二の腕お願いいたします。すみません、二の腕ですね。結構太ってきまして、プルプルなんですよ。あ、ブリーチ。その目はカラコンですよ。カラコンだよ。初めて。トロロコンボ、サキボリー。かわいすぎるくない？プルプル助かる。助からないでください。